俺ありがち3つのミス。はい、自己肯定感上げる伝説コーチ加藤です。今回もよろしくお願いいたします。まあ、今回ちょっとご質問ですね。俺がなかなか上達しないんですけども、なんかこういい方法ありませんかといったご質問ありがとうございます。まあ、このボレーなんですけども、まあ、結構ねこう解釈を違って考えてしまったがために、ちょっと全然違う見当知らずの方向にこう言っていってしまうことが多いんですね。なので今日3つのポイントをこう絞りながら、はい、3つのポイントに絞りながらお話できればと思いますので、よろしければお付き合いください。ちょっとでも、はいね、話しない方はこういうボタンとチャンネル登録、またコメント欄にご感想ご意見ご要望お待ちしておりますので、よろしくお願いします。さあ、まずですね、このボレーの基本、行ってみましょう。基本いつもお話してますけどね、ラケットこう立てます。ちょっとバックにこう立てます。立てて、この状態大事ですね。立てて打ち出す時に必ずラケットヘッドが立ちます。ヘッドが立ってボトムから入るイメージで反対側の足と一緒に打っていくと。立てて足でこう入る、バックも一緒に立ててこうやって振っていくと。この動作が結構大事になってくるんですね。で、まあそれは分かるよっていう方多いと思うんですけども、でその際におそらく、まあ、これ基本的なこととして、3つですね、まあアドバイスポイントをね、言われることが多いと思うんですけど、1つは、まあ、手首もしくは手の使い方ですね。で2つ目はこうスイング、よくボレーの時にね、こうラケット振らないでくださいね、でこうそんな大きくねこうスイングしないでくださいねっていう言い方されることもあると思います。で3つ目は足ですね。足ね、言われること多いと思うんですけど、まあ、ちょっとこの3つのポイントにフォーカスしながらお話していきたいと思います。まず手首の使い方ですね。まあ、他の動画もご参考いただければと思うんですけども、どうしても良くない例からいきますよ。良くない例ってこういう使い方ね、手を使うときにこういう使い方しがちなんですね。なので手首は使いません、ほとんど。どちらかというと手のひらを使います。手をね使うアドバイスをされた時に、ボレーの基本の動きっていうのはこういう動作です。まあそういう練習もねメニューであったりしてやられてる方もいらっしゃると思うんですけど、こうやってキャッチですね。この動きがまず大事になってきます。なのでどうしてもボールを飛ばそうとすると振った方が飛ぶイメージになるんですね。なのでこういうね手首の動き、分かんなくなったらまずこの握る動作に戻ってください、ね、こうやってボールは取らないですよね。ですから必ずこの動作、ね、手の使い方としてはしっかりこう握っていく。低いボレーがね、ボールが来たやつ、低いボレーする時もよくあるのがこういう振り方、こうやってボールを飛ばそうとしたんですね、バックとかも。そうするとボールを前に押し出せなくなってしまいますので、手の使い方、これ結構大事です。だからセットしてそのまま打っていくっていうのが大事になりますから、この手の使い方、これ基本的な動作だけ繰り返せば必ずボレーできるようになります。当たらなくなったり飛ばない、初めは飛ばないのでどうしてもね何とかしようとするんですけども、もうこの感じだけでボールは飛んでいきますから、手の動作は握る動作をしっかりと頭の中に入れてですね取り組んでください。2つ目、ね、スイング、ね、ラケットそんなに振らないでって言われますよね。でいやそんな振ってるつもりはないしって思われる方もいらっしゃれば、振らないと飛ばないじゃんって思う方もいらっしゃると思うんですよ。もうこれはどっちも正解でどっちも間違いなんです。どういうことかというとですね、こうスイングって言って多くの方はまずここでボールを捉えるのが一番大事なので、そこから実は逆算していくと、ね、ボレーってこうダイレクトに速いボールをこう、ね、打ち返すわけですから、やっぱりラケットここからよりもここにセットしてあった方がいいですよね。なんでラケット振らないでって言ってるコーチの方のほとんどは、てか全員でしょうね、よくないのはここからここの動作がやっぱ広くなっちゃうんです。だここのボールが速く飛んでくるのにここからこう合わせるのか、ただこう飛んできたのをポンって合わせるのか、どっちが簡単にボレーできますかって言われた場合は、やはりここで捉える
これだけです。それで余裕があったらそのまま前にフォロースルーを取っていく。バックボレーのところにね多いですけど、こう前にフォロースルーした結果当たってからはスイングしても OK なんですけども、当たるまでにスイングをしてしまって、面がガシャってしまって、特に球出しの時ね、いいボール打とうと思ってね、もう例えば向こうから飛んでくるとして、こういうね、ここはいらないです。体の前、ここだけでセットしていただく、はい、ここですね。さっきの一番の復習ですけどね、この手首の角度が大事になってきます。なのでここしっかり気をつけてください。よくある方、こう手首がまっすぐになっててこうやって負けちゃうので、手首がしっかりとこの起きた状態でしっかり、この角度かなり重要になってきますね。ここですね、こうじゃなくてこうですよ。この角度ちょっと意識しながらスイングね、当たってからはいいですけど、当たるまではね、バックの時もこの状態です。両手で持った時どうなるか、両手もこの状態です。この時両手はこの脈の部分です、この状態、この角度大事になって、そうするとコンパクトにセットして押し返すことができますので、はい、自然と体の前でボールが取れる。で打った後にこうスイングしていく、当てるまではスイングしないように心がけてみます。まあ、今2つこう話していったんですけど、まあ、ここをね、こうずっとずっと繰り返していくと感覚って絶対つかめますので、で変にはしょってフォームが崩れないように、で効率の良い動作が、取れるように心がけて練習していきましょう。で最後足です。これね、足の動きちょっと下げていきますね。足の動きね結構大事なんですよ。まあこうあるじゃないですか。でやっぱりこの足の動きってよくあるのが、同じ足を出してしまう。どういうのかというと、例えばこっちに来たボールをこうボレーする時にこうやって、わかりますか、こうやってボレー、こうやってボレーねしていくことが案外多いんですね。で、もちろんとっさのね緊急なボールに対してはここ大事なんですけど、球出しとか基本動作、ある程度コーチ前でコーチが優しく打っていく時っていうのは足の動きかなり大事になってきます。ここからボール来ました、はい、必ずこれを入れてください。ポン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 って当たる時にしっかりカチッと入る、はい、この動作ねかなり重要になってきますので、これ初心者とか初級者とか、あとね、ある程度技術が整わない間に試合に出てしまった場合にこの癖身についてしまうとなかなか抜けなくなりますので、まあ試合に出ていてもこう基本に帰ることで、ね、ちょっと意識してください。レベルが上がってくれば、自分の能力が高くなれば高くなるほど結構簡単にこの動作できるようになってきますので、はい、でもう一個のね、その足の動き気をつけていただきたいのが、例えば速いボールに来た時に足をこう引いてしまう、わかりますか。速いボールが来た時にこうやってこれ厳密に言うと間違いじゃないんですよ。間違いじゃないんですけども、これが癖になってしまうと、例えばある一定の速いボールが慣れてくれば、普通のさっき言ったこういったフォームで入れるんですよ。なのである程度、よっぽどもう本当に何だろう、ハッとして反応して打つ時以外は心がけていただきたいのは、こうやって引くのではなくて、せめて速いの来ましたね、バックで取るのが結構理想的なんですけども、こう行くよりかは正面切れ、まあ、フォアの場合からいきますね。フォアから来た時にこう避けるよりも、ここに軸を残してこっちの足を横にこう逃がす方がいいです。なぜかというと、こう引いてしまうとボール浮いてしまいやすくなってしまいますし、引いてしまうともう攻めることができないですね。なので例えばその今の自分の能力して、あ、もしかしたらこっちで行けたら、楽してこの足を引いてしまってるなって場合は、必ずこういう、例えば足がこう前に出なくてもしっかりこう横に乗っけながら面使って前に飛ばせるバックも一緒です。バックもここからボール来ました、危ねえ、こう引かずに必ずこっちの足を
横に逃がしながらで慣れてきたらちょっとこう前に入れるようにですね、はい、この足の使い方、最後の足の使い方ね結構あるんですよ。だからなんとなくこうね、例えば突っ込んできちゃってこう入っちゃう、できればこっち残してこの動作、この動作ね意識していただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、このありがちな3つのミスね、ここの3つがきちんと常に意識できているとボレーって苦手意識も消えますし、むしろ得意なショットになっていく可能性が高いです。なぜならば私がそうでしたので、この3つですね、手首の使い方、スイング、足ですね、ここだけしっかりと押さえていっていただければと思います。よろしければご参考ください。今日はこれで終わっていきたいと思います。どうもありがとうございました。